イッポリット・カミー・ユデルピーはフランスの画家であるバルビゾン派の画家シャルル・フランソワ・ドービニーの弟子となり共に風景画を描いたフランス中央部のヨンヌ県のジョアニーの比較的裕福な絵に生まれた少年時代の1855年頃にドービニーと出会い海外に興味を持った1858年に私的な弟子となったドービニーがアトリエ代わりに使った ボート、ボタン号に、ドービニーは、デルピーとデルビーに、年の近い息子のカールを同乗させて、古外の写生を行った。カールも後に画家となった。ドービニーを通じて、ジャンバティスト・カミー・ユコローと知り合い、コローの指導も受けた。1869年にサロンド・パリに、最初の風景画を出展した。1870年代は、コローが好んで訪れて、 風景画を描いたビルダブやドービニーの住んだオーシュル・オアーズで仕事をした。オーシュル・オアーズを訪れたポール・セザンヌ、カミリー・ユピサロと友人となった。1873年から1875年にサロンに出展した作品は好評で、1876年には個人の展示会を開いて成功し、多くの作品が売れることになった。その年本店ブローの森に近い、 ボアイコールルイコールロアに今日構えた。1880年代に入って独自の画風を示すようになり、1884年のサロンでメダルを受賞した。1889年のパリ万国博覧会にも出展した。ありがとうございます。